はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシュです。今日はこちらのヘルコニアと唐辛子を入れたアレンジメントを皆さんに紹介します。こういうね、個性が強いお花はどのようにまとめていくかっていうのが今回のポイントだと思います。それでは早速いってみましょう。どうぞ。はい、では今日はこちらの器にアレンジをしていきます。まず最初にこのヘルコニアを刺します。その時ここにヘルコニアの花の前にこの茎が出てますよね。こういうものはちょっとカットした花がよく見えるようにしてから刺しましょう。今回は短めに刺します。はい、次にこちらの唐辛子を刺していきますけど、この唐辛子のこのグリーンのね、小さいやつ、実の小さいやつは水が下がりやすいので、こういうのは事前にこうカットしておきましょうね。このようにしておきます。そして短く刺しておく分には大丈夫なので、後でね、切り取ったものを短く刺したりしてもいいと思います。はい、次にこちらのね、モンステラを入れていきます。モンステラ長い時はこのように葉っぱをカットして葉の長さを調整します。はい、グッドです。次にこちらのピンクッションをね、入れていきましょう。じゃあここで少しこうレザーリーフファンでファンデーションワークをしておきます。はい、次にこちらのエメラルドウェーブをね、刺していきます。エメラルドウェーブもこの下の長さをね、調整して刺していきましょう。はい、次にこのね、コニカルグリーンですかね、ブラックじゃないですよね、黒くないんでまだ。なんか横から見た時のちょっとチラリズムで入れていきますね。で、最後にこのトルコキキョウを入れましょう。最後と言いましたが、こちらのフロリダビューティーをちょっと足します。アレンジでは多々あるんです、こういうことは。はい、こちらで完成です。では商品から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こういうね、個性的な花がたくさん入るときは割とこう組み合わせが難しいんですけれども、もうこれはね、いろいろとこう試していくしかないと思います。なので自分でこうしっくりくるところでぜひ試してみてください。で、最初ね、慣れないうちは僕の作ったものを真似してもいいと思います。ただどんどんね、そこからこうカスタマイズしてオリジナルのものを作っていってください。それでは今日はこちらの個性的な花をたくさん合わせたアレンジメントでした。また次回素敵なアレンジメントや花束を紹介していきたいと思います。それではまたお会いしましょう。See you next time! はい、こういう飾りもね、本編でも言いましたけど、合わせるのは難しいです。なので、こちらのアレンジメント、いいなとか、綺麗だなとかと思った方は、ぜひ高評価を押してください。そしてもちろん、チャンネル登録もお願いいたします。タブレット、スマートフォンの方は、下のリンクからお願いいたします。ではまた。